大谷翔平、メジャー歴代強打者を両月する44米データ分析会社だ、史上最速記録を発掘。ドジャースの大谷翔平が現地時間9月24日、日本時間25日、本拠地でのパドレス戦に1番 DH で先発出場し、3打数1安打の成績だった。チームは9回に粘りを見せたな、 ミゲルロハスが3ゴロでまさかのトリプルプレイに倒れてしまい、2対4で敗れている。この日からの首位攻防3連戦で2勝すればドジャースは、地区優勝が決まる大一番だったな、初戦を落とした。今季最後の本拠地でのカードで、ファンに歓喜の瞬間を届けられるだろうか。大谷はこの日、先発のマイケルキングから初回の第1打席に右翼戦へ弾丸ライナーのエンタイトル二塁打で出塁し、 ブルックリン時代の1930年にベーブ・ハーマンが記録したシーズン94長打を抜き、球団新記録となる95長打をマークした。そんな大谷は先週、7試合で打率点500、32打数16安打、6本塁打、7盗塁、17打点、11得点、ボックスは1.668をマークして、週間 MVP も獲得している。 史上初の50-50クラブのメンバーとなった大谷だが、米データ分析会社、古代比ベースボールは X で20本塁打と20盗塁を記録するのにかかった MLB シーズン最短の試合数を紹介している。それによると大谷は、1987年のエリック・デイビス、37本塁打50盗塁の46試合を抜く44試合で20-20を達成しており、 最近では、2019年のロナルド・アクーニャ JR、41本塁打37盗塁の53試合よりも9試合早く達成したことになる。記録達成のスピードも超一流の大谷。現在、53-55に到達し、この日の記録更新はならなかったものの、残り5試合でどこまで更新できるか注目が集まる。